どうもこんばんは、トレケンジムの斉藤健介と申します。よろしくお願いします。お願いします。どうも、ヒデジムの、一応プロキックボクサーやってるミレイです。お願いします。同じくヒデジムのスギナオです。お願いします。オーストラリアジムのシノマランです。よろしくお願いします。天気も今日はだいぶ傾いてて、いやもう今髪の毛落ちたね。こんな感じですけど今日はプロの格闘家と皆さんで各々トレーニングやってきますんで、よろしく。よろしくお願いします。トレケンさん、やり方のコツ、正しいやり方のコツとか言ってください。そう、本当はみんながやる前に説明しとくべきだったんですけど、みんなやってからじゃあ説明しますね。はい、次やっとフィーとりあえずこのラインに自分の好きなところを指を持ってきて、でこのまままっすぐ上げて、これを胸につける、胸につけて上げる、はい、胸につけて上げる、この繰り返しですね。めちゃめちゃ余裕に上がってるよね。うちらめっちゃきつかったよ。はい、こんな感じで。じゃあとりあえずのクリップはすぐに来るからね、あの上げます。どれくらいさせて、しっかりフォローよろしくね。はい、はい、さあ行きましょう。ガッツいってよ。はい、おはい、おはい、こう、はい、もっと胸つける、しっかりもっと胸までつける、はい、60キロ、60キロ、あはい、あやそう、あやそう、あげる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 、いきなり60ぶっ飛んでるよね、ちょっとぶっ飛んでるね、この辺に、この辺に小指持ってきた方がいいと思うんですよ、ちょっと幅広いわ、ここら辺。でも、今いつもどんぐらいでやってるか分からんけど、どんぐらい、そんぐらい、じゃあそんぐらいでいこう。はい、いいぞ。はい、すごい、強いね。そう、大丈夫か、 OK。 ああ、刺激が60キロ、よし、よし、はい、オッケー。いや、ちょっと待って、こいつもうちょい増やしてもいいの。まあでも上げてくれね、これから。えっ、ね、80、重心をつけて80キロに挑戦です。いや、それはいきなりきついでしょ。いや、もうこれは補助入らない。補助はあればいいの。いや、補助ないとここは無理でしょ。無理だから補助のポイントですね。さっきより20キロ上がってますんで、ポイントとしてはしっかり足で踏ん張って、で、頭しっかりつけて上に上げると、そこでちょっとやってみますね。足で踏ん張る、しっかり足で踏ん張って、こういう感じで。余裕だね。はい、最後とかちょっともうここで一緒に止めても上げるみたいな。それはできる。それはできる。三発、3発言うね。結構いくな。三発だけど、ちょっと補助、ね、補助ないと死んじゃうね。補助込み三発。補助込み三発。はい、はい、はい、うわ。ちょっとそこはまず頑張って、しっかり足で踏ん張って。足も使わねえんだ。足も使わねえじゃん。へぇー、ここは考えらしい。じゃあ、仕方ないんで、ちょっと補助をここカットで。ここでカット、ここでカット、ここでカット。まあ、補助割りで、ちょっとやってみます。はい、補助割りで、はい、80キロ、はい、落として頭つけて、頭つけて、はい、上げる、ほんと、はい、2回目、結果切れそうじゃねえ、これ絶対遅い。はい、はい、
ごめん、ごめん、足短いもんでさ、ごめん、足短いだよ。なんか投げちゃってるんだよね。カルロストヨタジムっていう浜松にあるジムで総合格闘技の選手としてやっています。まあ試合前のモチベーションとかはねどうしても下がりがちになっちゃうけど、1ラウンド目超えた後から自分のモチベーション上げるためにラウンドガールの女の子たちが上がってくるもんで、その尻を見てモチベーション上げていきますので、これからも応援よろしくお願いします。はい、ヒデジムはですね、静岡県磐田市にある、キックボクシングとムエタイのジムになります。袋井にも2店舗目が去年の4月だよね。そうだね、できました。まあもちろんプロになりたい方はもちろん、アマチュアで出たい方ももちろんそうですし、あとは女性向けもね、そうね、まあ一人でできない人まあ、みんなでワイワイ楽しくやりたいよっていう方ともクラスで一緒にやってますので、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。